人です。はい、あそこはダメ、端っこは、はい、あ、ダメだったらいい、別にいいですか、あ、でも見えないか、海がな、あ、でも写真撮りたいから端っこでいいですか、すいません、じゃ こっちのこの辺りにしておいて、はい、ありがとうございます、はい、すいません、あ、すごい、朝から派手ですね。ね、こっち来るかなと思ってるね。事故ですかね。ね、あそこに着いたのか。うん、だって着く時はサイレン鳴らしませんよね。はい。火事が多いですもん、やっぱり乾燥じゃなくて。はい。火事ね。これ GoPro って言って動画撮るやつ。あ、動画。おうおうおう、なんか撮ってるんですか。よく YouTube とかでバイク乗ってやってますよね。そうですか。旅行ってね。あ、そうですか。楽しいですよ。そうそうそう。気分になるわけですね。もうそれでそれを自分でこう編集して、お父さんにあのブログ名刺あげよっか。いや、コンピューターとか見る。コンピューターとか見ます？いや見ない、ね、あ、じゃあちょっと無理だな。いや結構ね、俺新潟から来てるんですけど、タッピとかずっと秋田上がってって、津軽海峡、それとか、長野のビーナスラインとか、あと八幡平のアスピーテラインとか、バイクの人の有名なとこはほとんど行ってる、ね、で今回ねずっと伊勢神宮行って、伊勢、はい、それから和歌山まで走って、
そして和歌山から四国徳島までフェリーで渡って、それで徳島から四万十に行って、四万十から宇和島の方上がって、そして四国の端っこって西にこう細くこう出てるじゃないですか、あそこからフェリー乗って九州来て、そして阿蘇回って、そして宮崎と回って、そして昨日はずっと天草からまた長崎来るのにフェリー乗って、それで長崎上陸して、それで四海道でちゃんぽ食って、その後あのここも走ってきて、それであの屋台であのいろいろ焼き鳥だのちゃんぽんまた食ってさ、それで今日はこれからあの広島原爆ドーム行って、その、うん、その足でねあの出雲大社行って神様をお参りして、それで金沢寄って新潟帰ります日本半周いやいやいや、もうコロナでダメだからさ、もう思い切って遊んでんのよ、気分がほら悪くなるじゃん、しょうがない、人生一回で好きなことしようと思ってよろしくお願いします。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。